イギリス国鉄3型2の6の0蒸気機関車は、イギリス国鉄の却下療養蒸気機関車。設計は、ロバート・リドルズ。イギリス国鉄3型2の6の 2T 蒸気機関車の、テンダー機関車バージョンとして製造され、英国中のほぼすべての本線や支線で動作するように、設計されている。シャーシは、 LMS4 型蒸気機関車に密接に基づいており、グレートウェスタン鉄道5101形状機、機関車及び5600形状機機関車に採用した、グレートウェスタン鉄道ナンバー2ボイラーの改良計を備え、多くの部品を共有している。設計と製造は、イギリス国鉄3型2の6の 2T 蒸気機関車と、共に、旧 GWR スウィンドン工場で行われたが、 一部は、ブライトン、ダービー、ドンカスターの各工場で設計された。イギリス国鉄3型2の6の 2T 蒸気機関車は1952年4月に導入され、本形式は1954年2月に完成した。イギリス国鉄3型2の6の 2T 蒸気機関車は、より多く45両が製造されていたが、本形式はわずか20両しか製造されなかった。 さらに5台製造する計画があったが、キャンセルされた。ボイラーは、GWR ナ、no. ンバー2ボイラーとフランジプレートを共有しているがバレルを短縮した53、16インチとドームを加えた。奇妙なことに、本形式は、ドンカスター工場が設計した、イギリス国鉄4型2の6の0蒸気機関車とは、同輪のデザインを共有していなかった。 他の多くのイギリス国鉄標準蒸気機関車と同様に、シャーシには LMS4 型蒸気機関車とほぼ同じ部品が多数ううあり、LMS が設計した多くのコンポーネントを使用したが、モーションブラケットは LMS2K2 から6から0蒸気機関車及び LMS2K2 から6から 2T 蒸気機関車に取り付けられたものの設計から派生した。多くの より大きな BR 規格とは異なり、煙室サドル内の排気蒸気マニホールドは溶接サドルの一部である構成の製造物でした。多くの大規模な BR 規格では排気蒸気マニホールドは製造時にサドルに溶接された中高でした。彼らは BR2A3500 ガロンの入札を備えていました。構築された機関車のシリンダーカバーには ねじ込みタイプの圧力リリーフバルブが取り付けられていた。1955年9月からボルトオンタイプの圧力リリーフバルブを組み込んだ更新用に改訂されたシリンダーカバーが導入された。スーインドン工場で製造されたのは20両番号77000から77019のみだった。運用は主にイギリス国鉄の北東部とスコットランド地方に 限定されていたが、77,014号は南部地方で稼働していた。77,014号は北東部とロンドンミッドランド地域の機関区に拠点を置いていたが、1966年3月にロンドンミッドランド地域のノースウィッチ機関区から南部地域のギルフォード機関区に移され、1967年7月に廃車。1 9 6七年七月九日に、 南部地域で使用された最後の蒸気機関車になった。数が少ないため、このクラスは標準系のアンチテーゼであり、代わりにイギリス国鉄4型2の6の0蒸気機関車及びイギリス国鉄2系2の6の0蒸気機関車と比較される。何両かは、新しいイギリス国鉄3型2の6の 2T 蒸気機関車を製造するプロジェクトで使用するために、 スクラップヤードから復帰したが、いずれも保存されなかった。ありがとうございます。